はい、どうも。今回はですね、大丈夫だのですね、医師の陽子なんですけど、医師の陽子なんですけど、ちょっと見ますね。はい、再開で。医師の陽子なんですけど、チャップリンのですね、街の日っていう映画があるんですよ。あれにですね、あれに出てくるですね、目の見えない人にですね、医師の陽子が似てて、それを見たですね、志村けんがですね、あ、これ医師の陽子で、行っちゃおうよ、みたいな感じでですね、あの辺を求めてですね、医師の陽子を抜擢したのではと思った話ですね。で、やっぱりですね、なんか医師の陽子ってですね、日本人なのかな、ちょっと韓国人なのか何なのかわかんないですけど、西洋系のなんかね、はっきり二重のなんか、日本人離れした顔をしてるわけですよ。でね、町の日の女優さんもですね、あんな顔なんですよ。で、町の日っていうのがですね、町の日の話にしますか、これ。医師の陽子じゃなくて、町の日はですね、まあ、なかなか面白い映画でして、登場人物はですね、大まかに3人しか出てこないんですけど、チャップリンとですね、お金持ちのおじさんとですね、その目の悪い女の子しか出てこないわけですよ。なので、すごく簡単な映画ですけどね。まあ、ホームレスのチャップリンと、目の見えない女の子と、大金持ち、もうとんでもない大金持ちとですね、が繰り広げる、もっといっぱい出てきますけどね、こまごまとした人は。この3人を覚えれば見れますので、はい、で、このラストシーンもですね、なかなか衝撃的でして、ね、志村けんは、でも、同棲してたとかいう話があるな。西野陽子と志村けんがね。で、なんか、大丈夫だで、ね、なんか、渡辺典子と西野陽子が辞めるときに、なんかボロボロ泣いてて、ああ、なんだろう、そうなんだ、みたいなね。すごかったですよ。いつも笑ってる石の陽子がですね、もう、泣けちゃって、喋れないんですね。今までありがとうございました。はい、みたいなのを開きましてね。はい、やっぱり3分ぐらい経ちた。早く閉めなきゃ。で、渡辺典子はですね、ヤクルトのトマシノさんと結婚で、トマピョンと結婚でね、ことぶき5回人卒業なんでね、全然いいんですけど、ね、はい、まあ、とにかくですね、まとめるとですね、志村けんがチャップリンの街の日の女優をですね、求めて石野陽子を抜擢したのではということと、街の日っていう映画はですね、割と面白いので、よかったらね、レンタルビデオさんで、レンタルとかね、そういう道もあるんで、見てねってことで、多分ね、ネットでちょちょいっとでやれば出ますけど、はい、今回は以上です。